緑を通じてお客様に癒しを届けたい。今回のトチカス TV は温室で育てた観葉植物で空間をプロデュースする稲一園芸さん個人邸の剪定作業現場にもお邪魔しました。緑でつながる経営にかける永井社長の思いとは。それでは本編スタート。トチカス TV は陽子不動産がお送りします。こんにちは、ピータンです。本日は地元企業応援企画ということで稲一園芸さんという企業さんにやってまいりました。稲一園芸さんは尾張旭市に事務所を構える園芸を営んでいる会社さんということなんですけども、他の園芸会社さんとはですね少し変わっていてですね、企業さん向けの観葉植物のレンタルにも力を入れている企業さんということなんですね。もちろん個人宅のお庭の剪定なども大歓迎ということで、自分の会社に緑を取り入れてみたいなという企業さんや、ご自身のお庭の剪定も気になるなという視聴者の皆さん、必見でございます。では本日も元気にリポートを行っていきたいと思います。それではレッツゴー。ひよこ不動産。稲一園芸さんは植物のプロフェッショナルとして緑を通じてお客様に笑顔や癒しを届ける企業さんです。稲一園芸さんでは個人宅や企業様の庭木剪定などを行う造園事業だけではなく、手入れ不要で緑を楽しめる観葉植物のレンタルや祝い花、観葉植物の販売も行っており、緑を通じた経営を行っています。今回は特別に稲一園芸さんの温室へお邪魔しました。すくすく育つ観葉植物たちがたくさん。すごい数の植物ですけど、こちらは全て林種。そうです、観葉植物を月に1回こう店舗様に持ってって交換をして、毎月その植物がこう枯れた状態がないようにうちで管理させてもらうような仕事をしてます。状態が悪くなったものを1回も戻して、その温室でもう1回ちょっと再生を図りつつ、うまく再生したものはそのまままた企業様に行きますし、レンタルとして使えないものに関しては尾張旭市の市民祭の時にちょっとお安めの値段で提供させていただいているような形をとってます。こちらの温室では約20種類の観葉植物を育てており、大小さまざまな植物が並んでいます。観葉植物レンタルが人気の理由を伺いました。一応植物の種類はお任せいただいてて、はい、基本的に長持ちする植物を毎月入れ替えるので、はい、なんか毎月種類が変わるのでそれがいいなって言われてます。なんかもうお任せでその枯れた状態がないのを維持してもらえればっていう形が多いので、はい、希望される方も中にはいるんですけど、はい、そういう方はだいたいウンベラータとか、ウンベラータ、はい、ゴムの木の種類なんですけど、はい、まあ、そういったものを希望されてずっと置きっぱなしでとか、そういう感じで管理させてもらうことが多いですかね。ご注文される企業様は近辺尾張旭と伏見駅周辺ぐらいまでは走ってるので本当ですか、はい、こっちから、はい、なので春日井通ってそのちょうど伏見駅ら辺行って千草行って帰ってくるような、はい、なのでそのエリア内でしたら全然うちは対応できる感じですね。尾張旭市街、森山区以外の方でも、まあ、うんうん、配達可能エリアでしたらお伺いできますよっていうことで、はい、結構幅広くここで気になる看板があったので伺ってみることに。観葉植物、あ、販売も可能っていうこと。そうですね、市民祭とかだとその価格でやらせてもらったりとか、たまにその工務店さんとかのイベントで苔玉の体験、苔玉に植物を植えるじゃないですけど苔玉体験をちょっとやらせてもらったりしてます。苔玉体験はイメージですがこんな感じです。インテリアとしても人気があるそうなので、こういったイベントにも参加してみるのもいいかもしれませんね。あと私気になったのは、うんうん、お祝い花、はい、はい、はこちらで作ってる。私はもう植物に特化した会社になるので、名刺とかホームページにも一応委託販売っていう感じになってて、で一応受注は受けたらその提携先のお花屋さんとかに委託をして対応させていただいてます。まあ、自社で持っていけるところで観葉植物を希望されるお客様は、あ、まあ、ここの植物を使ってラッピングしてっていう方も見えます。温室では幸運の木なども育てているので、企業様の開業祝いなどにもぴったりですね。稲一園芸さんでは緑で癒される空間プロデュースの提案も行っています。稲一園芸さんのインスタグラムには施工事例などもたくさん載っているので、ぜひ緑のある職場を希望される方はチェックしてみてほしいです。
手塩をかけて育てられた観葉植物たちが多くのお客様の癒しになっているんだなと感じました。トラックですかね。そうですね、はい、観葉植物を運ぶために風が当たらないようにこういう仕様になっているっていう。初めて見ました、はい、分かるかな動画で。この座高がだいぶ高いですよね高さ的にどうなんだろう、まあ、1.8 メーターぐらいの植物は入るような感じにはなってますね、はい、あ、もしか違ったらごめんなさい。ナンバーは、あ、ナンバーは会社名に合わせたらしいです。そうですよね、はい、ちょっと遊び心があって可愛いなと別日に個人宅の剪定作業の様子を撮影させていただきました。こちらのお客様は定期的に剪定のご依頼があるご自宅ということでしょうか。毎年弊社のタイミングで年1回作業に入らせてもらってます。だいたいこの10月から11月シーズンで1回毎年剪定に入らせていただいているご自宅になります。手でこう取っていく感じなんですかね。そうですね、松って葉むしりが必要なので先にハサミが入ってからなんですけど、はい、途中途中ちょっと枯れた枝とかも出てきたりするのでその辺はむしりながら見て剪定をしてます。お庭業界だと秋頃が一番繁忙期になるんですか。だいたい年内にお庭をきれいにしたいという方が多いので。ああそういうことですね。9月ぐらいから、はい、12月末までが忙しいシーズンになります。稲井チェンゲイさんの剪定のこだわりはお客様の要望に合わせた剪定を心がけているそうです。松の様子を見ながら丁寧な作業を行い、あっという間に足元には松の葉がいっぱい。ちょっと蒸しっただけでこう上とこのまだ蒸しってない下で全然、そうですね、ボサボサ感が、ボサボサ感が違います。違いますよね、だいぶすっきりしているように私は見えるんですけど、はい、仕事してるところを初めて撮られるから。あ、本当ですか。緊張しますすごいかっこいいですけどねなかなか私を見ることができないので言葉を発するのを忘れて今見ちゃってました作業時間も約40分ですっきりとした印象になりました。お見事です。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。では代表の永井様にインタビューさせていただきます。緑でつながる経営というコピーが気になったのですが、どんな思いがありますか。私自身代表をやらせていただいて3年目ぐらいになるんですけども、この仕事を始めて植物を通して自分がこうリラックスできてたりとか、これから働き始める人とか若い人たちに植物がある環境下でストレスを抱えすぎないでリラックスできる空間がある場所で働いてもらえるといいなっていう思いがあるので、そういった緑に囲まれた空間を提供したりとか維持する会社になりたいなと思ってこういう理念を掲げさせてもらってます。観葉植物のレンタルのサービスがあると思いますが、どういったご要望が多いですか。名古屋市内尾張旭の辺でコースを走ってまして、うちの強みとしては観葉植物のレンタル事業と造園の事業をしているので、室内で育てる観葉植物と、まあ、外で育てる植木の両方を管理することができるので、どうしても自分たちだと枯らしてしまうとかそういう悩みを持った企業様からご相談いただいて、室内の観葉植物を交換させていただきながら外の植木の年間で 1,2 回の剪定をうちで入らせてもらったりという作業をしてます。造園事業に関して施工においてのこだわりをお願いします。施工に関しては様の切り方にできるだけ合わせていきたいなっていう気持ちはあるので、本来の造園会社さんの切り方だと切りすぎてしまうとか、まあ、そこをできるだけお客様の希望に沿った切り方に合わせていきたいなっていう思いがあります。お問い合わせ方法についてお願いします。問い合わせに関してはホームページからのメールを送っていただくか、もしくは Google マップとかで調べていただくと、携帯の電話番号とかが出てくるので携帯の方にかけていただいた方がスムーズに対応ができます。はい、永井様が活躍の場を広げていくにあたって勤めていることはありますか。修行を終えて戻ってきたのが8年前ぐらいになるんですけども、まずそのタイミングで造園会社の社長のお誘いで BNI というバッジがあるんですけど、こちらの、会に所属させてもらって、営業の勉強をさせていただいております。4年ぐらいが経った後に社長になるためにはどういった心構えでいないといけないんだろうっていう
ところで、の上の方にバッジがあるんですけど、倫理法人会という会に所属させていただいて、いろんな会社の社長様のお話を聞かせていただいたりとか、そういうことを勉強しながら今、代表として4年目を迎えさせていただいている形になります。では最後になります、視聴者の方にメッセージをお願いします。まあ、まだまだ未熟な会社ではありますけども、これからも尾張旭市でずっと育ってきた人間なので、地域に根付いた会社になっていけるように、今まで通り尾張旭市の市民祭での出展とかを頑張ったりとか、尾張旭市の小学校選定とかで、いろんな学校さんにも関わらせていただいているので、今後もそういった感じで、事業を拡大しながら地域に貢献して大きい会社になっていけたらいいなと思っています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日は稲市園芸さんのビニールハウスの様子と個人邸の選定の動画をお送りいたしましたが、いかがだったでしょうか。この動画を見て、ご自身の会社事務所に観葉植物を取り入れたいなと思った企業さんや、ご自身のお家のお庭の選定をお願いしたいなと思った、視聴者の皆さんはぜひ概要欄にですね、稲市園芸さんのお問い合わせ先載せておりますので、ぜひお問い合わせしてみてほしいです。代表の永井さんも緑を通じて皆さんに笑顔になってもらいたいという思いで活動していますので、とっても親切で、園芸のことなら稲市園芸さんにご相談してみたいなと思いました。はい、とちかす TV は地元をもっと盛り上げたいという思いで活動しております。一緒に地元を盛り上げたいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。とちかす TV は共に盛り上げてくれるスタッフを募集しております。そしてとちかす TV に取材してほしいというお店も募集中です。詳細は概要欄をご確認ください。